今回の動画は Windows11 でデスクトップ上にシャットダウンのショートカットを作成する手順をご紹介します。でパソコンの、ね、シャットダウンするやり方っていうのはねいろいろありますけどもその一つのやり方としてですねこのデスクトップ上にシャットダウンのショートカットを使ってですねそこをダブルクリックするだけでパソコンをねシャットダウンさせることができます。 それでは早速そのショートカットのね作り方ですけどもまあデスクトップ上の何もないところでマウスを右クリックしてもらってこの新規作成のところからこのショートカットという項目がありますのでこちらを選択をしますはいそうするとこのどの項目のショートカットを作成しますかというウィンドウが開きますのでこの項目の場所を入力をしてくださいというところにこちらを入力をしてください でこれに関してはですね、この動画の下の概要欄のところにも入れておきますので、ショートカットを作りたいといった場合はですね、そちらをコピーして使ってください。で、この項目の場所の方ね、入力をしたら、右下の次へをクリックします。はい、次にショートカットの名前をつけてくださいということで、ここはね、ご自身がね、分かりやすい名前をつけてください。まあ、今回何でもいいですけども、じゃあ、シャットダウンとかにしてみましょうかね。こちらで名前をつけて、完了ボタンをクリックします。 はい、そうするとこういった形で今回でいうとこのシャットダウンというですねショートカットが作成されたので次回以降はですねこちらをダブルクリックするだけで一発でパソコンをシャットダウンさせることができます。 なのでパソコンをねシャットダウンさせるやり方は本当にねたくさんあってねキーボードのね、操作だけでシャットダウンさせたりだとかあと一般的にはねスタートメニューのところからシャットダウンすると思うんですけどもスタートメニューからやるですねシャットダウンよりはですねより素早くねダブルクリックだけでシャットダウンできますんで是非動画見て気になったという方はですね一度作成して試してみてもらえるといいんじゃないかなと思いますそれでは今回の動画は以上になります今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました